ヨハン・パッヘルベル1706年3月9日は、バロック期のドイツの作曲家であり、南ドイツオルガン楽派の最盛期を支えた、オルガン奏者で、教師でもある。宗教曲、非宗教曲を問わず多くの楽曲を制作、コラール前奏曲や風画の発展に大きく貢献した、ところから、バロック中期における最も重要な作曲家の一人である。パッヘルベルの作品は、 生前から人気が高かったため、支持する弟子も多く、また、ドイツ中部、南部の多くの作曲家の手本となった。現在では、彼の作品で最も有名なのは、パッヘルベルのカノンであるが、これは、彼が生涯に書いた唯一のカノンである。その他、シャコンヌエ、タンチョウ、トッカータホタンチョウなどのオルガン曲、鍵盤楽器用の変装曲集。 アポロンの6言語となどが知られている。パッヘルベルの音楽は、ヨハン・ヤーコップ・フローベルガーやヨハン・カスパール・ケルルといった、南ドイツの作曲家や、ジローラモ・フレスコ・バルディ、アレッサンドロ・ポレッティなどのイタリアの作曲家、さらには、フランス、ニュルンベルク学派などの作曲家から影響を受けていたと、される。パッヘルベルの音楽は、技巧的ではなく、 北ドイツの代表的なオルガン奏者であるディートリヒ、ブックステフ腕のような大胆な火星法も用いず、戦術的、火星的な明快さを強調した、明快で単純な対法を好んで用いた。一方、ブックステフデ同様に楽器を組み合わせた多様なアンサンブルの実験もいった。教会カンタータやアリアなどの声楽曲においてもそれが行われたことは、特筆に値する。ただ、 それらに見られる、管楽器を含む豪華な器楽編成は、パッヘルベルの作品中では、例外的であり、器楽曲作品の大半は、室内楽曲である。パッヘルベルの生涯にとって、重要な役割を果たした、ニュルンベルクの生前バルドゥス教会パッヘルベルは1653年、ニュルンベルクの中流過程に、ワイン賞のヨハンパッヘルベルとその5歳、アンナ・マリア・マイヤーの息子として生まれた。 正確な誕生日は分かっていないが、9月1日に洗礼を受けていることから8月下旬頃ではないかと見られている。少年時代には、後にセイイ、聖ゼぜいバルドゥス教会の聖歌隊先勝者となった音楽家、音楽教師、ハイン・リヒ・シュベンマーから音楽の教育を受けた。同教会のオルガン奏者で、ニュルンベルク学派の主要な作曲家でもある。 ゲオルク・カスパール・ベッカーにも支持していたとする文献もあるが現在では疑問視されている。シュベンマート・ベッカーはいずれもニュルンベルク学派の創始者の一人であるヨハン・エラスムス・キンダーマンに支持していた者たちである。パッヘルベルの生涯についての重要な文献とされているグランダガアイナー・エアンプ・ホーテの著者ヨハン・マッテゾンによると若い頃のパッヘルベルは 音楽と学問の両面に優れていたという。パッヘルベルは初等教育を聖ローレンツ機関学校とニュルンベルクのアウジトリをアエゲジアノで収めた後、1669年6月29日にアルトドルフ大学に入学、同年そこで聖ローレンツ協会のオルガン奏者に指名された。経済的な理由によって1年も経たないうちに大学を辞めざるを得なくなったが、彼は 弁学を最後まで収めるため、1670年に、レーゲンスブルクのギムナジウムポエティクムの小学生となった。その学校の教授たちは、パッヘルベルの学問の才能に感動したという。パッヘルベルは、学外で音楽を学ぶことも許されていた。担当の教師は、ヨハン・カスパール・ケルルの弟子。 カスパル・プレンツであった。ケルルは、ジャコモ・カリシミをはじめイタリアの作曲家の影響を大いに受けていたため、プレンツを通じて、当時のイタリアの音楽や、カトリックの教会音楽への興味を持ち始めたのかも、知れない。死のプレンツは1672年に、アイヒシュテットに立った。この時期のパッヘルベルについてはほとんど文献に記されて、おらず、 彼がその年のうちにその地を離れたのか、それとも、翌1673年までレーゲンスブルクに泊まったのかは分かっていない。しかし、いずれにせよ1673年にはウィーンに移り住んでおり、パッヘルベルはそこで有名な聖シテファン大聖堂の自席オルガン奏者となった。当時のウィーンは巨大なハプスブルク帝国の中心であり、文化的にも重要な土地であった。また、 当時は主にイタリア風の作品が好まれるような風潮があった。著名なコスモポリタリアンの作曲家たちもそこで活動しており、ヨーロッパ各地の音楽同士の交流が盛んに行われていた。特筆すべき人物としては、1657年までウィーンで宮廷オルガニストを務めたヨハン・ヤーコップ・フロー・ベルガーや、当時その地に住んでいたゲオールク・ムッファトがそして、 特に重要な人物として、1673年に、ウィーンに移住してきたヨハン・カスパール・ケルルがいる。ケルルは、ウィーンにいる間、彼の流れを組むパッヘルベルと交流が、あるいは直に彼に音楽を教えてさえいたかもしれない。パッヘルベルは、ウィーンに5年間滞在し、彼が育った地の厳格なるターハとは、対照的な、南ドイツとイタリアのカトリックの音楽を学んだ。 青年時代に、ステファン大聖堂の音楽家を務め、当時の主要な作曲家の音楽に触れていたという点では、パッヘルベルは、ハイドンと似ていると言える。1677年、パッヘルベルは、アイゼナハに移り、ザクセンアイゼナハ校のヨハンゲオルク一世に仕えていた、宮廷学長、ダニエル・エイベルリンの下で、宮廷オルガン奏者の職に就き、 宮廷とゲオルク教会での礼拝に携わった。アイゼナハは JS バッハの父ヨハンアンブロジウスバッハの故郷であり、パッヘルベルはそこでバッハ家の人々と出会い、アンブロジウスバッハと親しくなり、彼の子供たちの家庭教師を任せられた。しかし、パッヘルベルのアイゼナハでの生活はわずか1年で終わることになった。1678年。 ヨハンゲオルク一世の弟ベルンハルト二世が亡くなり、その後に服している間に、宮廷音楽家の大幅削減が行われ、パッヘルベルも、また職を失った。彼は、エーベルリンに推薦状を書いてもらった。その推薦状の中で、エーベルリンは、パッヘルベルについて、完璧で素晴らしい才能を持った、人物、アイネンパーフィクトンウントラレンバッチオソンと表している。その紹介状とともに、 パッヘルベルは1678年5月18日にアイゼナハを後にした。パッヘルベルが1678年から12年間、勤めていたエアフルトのプレディガー協会1678年の6月、パッヘルベルはヨハン・エフラーに代わりエアフルトのプレディガー協会のオルガン奏者として雇われた。 エアフルトでも、バッハ家は有名で、パッヘルベルと彼らとの交友はここでも続いた。パッヘルベルは、ヨハン・アンブロジウス・バッハの娘ヨハンナ・ユーディタの名付け親となり、ヨハン・クリストフ・バッハの家庭教師を務め、ヨハン・クリスティアン・バッハの家に住んでいた。エアフルトでの滞在は12年間に及び、その間に彼は、当時のドイツにおける主要なオルガン作曲家の一人に、 数えられるほどの地位を確立した。当時の作曲の仕事は主に礼拝用の前奏曲であったため、コラール前奏曲はパッヘルベルのエアフルト時代で最も特徴的な作品の一つとなった。彼の仕事としては他にオルガンのメンテナンスがあり、より重要なことに作曲家、オルガン奏者としての進歩を示すため毎年対曲の作曲を行わねばならず、 しかも前年の作品よりも優れたものが求められた。エアフルトでの家主であったヨハン・クリスティアン・バッハは1682年に亡くなった。その2年後の1684年6月、パッヘルベルは JC ・バッハの未亡人からその家を買い取った。1686年、ゾンダースハウゼンのサイン一体協会からオルガン奏者の職を提示された。 パッヘルベルも最初は正体に応じたものの、現存する自筆の手紙によれば、彼は長い交渉の末に申し出を断らなくてはならなかった。彼は求人があった際には必ず事前にエアフルトの長老たちと教会の権力者たちに意見を求めるよう要求されていたようである。この問題は、パッヘルベルの評判に傷をつけることなく穏やかに解決されたようで、 彼は昇級となり、さらに4年間にエアフルトに泊まることになった。パッヘルベルはエアフルトで2回結婚している。1回目の結婚は1681年10月25日、エアフルト市長の娘、バルバラ・ガブラートで、式は花嫁の実家であげられた。しかし妻と一人息子は1683年10月に伝染病で亡くなっている。 パッヘルベルの初の出版物であるコラール変装曲集音楽による死への思いはおそらくこの出来事の影響を受けていると思われる。妻子を亡くした10ヶ月後の1684年8月24日にパッヘルベルは2回目の結婚をしている。相手は同期職人の娘ユーディトである。二人は五男二女も受け、息子たちのうち二人。 ビルヘルム・ヒエロニムスとカール・テオドールはオルガン奏者になっており、ビルヘルムはセイアーコップ教会、セイ・ゼーバルドゥス教会のオルガン奏者を歴任。カールは1734年にアメリカ植民地に渡り、ボストン、ニューヨークなどを経て、チャールストンの聖フィリップ教会のオルガン奏者となり、ドイツ音楽の普及に貢献した。息子のヨハン・ミヒャイルはニュルンベルクで楽器職人となり、 ロンドンやジャマイカを回った。二人の娘のうち、アマーリアは、画家、版画家として評価された。パッヘルベルの自筆の手紙エアフルトでは、オルガン奏者、作曲家、教師として著しい成功を収めたパッヘルベルであったが、明らかに彼はより良い役職を求めていたようである。彼は、上層部からエアフルトを離れる許可を来い、年月日に、 正式に自由の身となり、その努力と忠実さを称える、推薦状を与えられた。彼は1690年の9月1日から2週間と経たないうちに、公爵夫人、マグダレーナ・ジュビュラの講演によって、ビュルテンベルク公国の宮廷音楽家、宮廷オルガン奏者に就任した。良い仕事ではあったが、大同盟戦争が勃発し、フランス軍が攻めてきたため、 そこでの生活はわずか2年で幕を閉じた。次の職場は、ゴータ氏のオルガン奏者で、1692年11月8日に、就任、アウグスティノ修道会のマルガレーテ教会に勤めた。この時期には、彼の最初の、そして唯一のコラール前奏曲集オクトクラルツーム、プレアンヤリレンを出版している。かつての教え子であったヨハンクリストフ・バッハが1694年10月に、 結婚した際、バッハ家の人々は10月23日にオールドルフでそれを祝い、音楽を提供するためパッヘルベルら作曲家たちを招待した。パッヘルベルはおそらくそれに参加したと思われ、もしそうであれば、ヨハンゼバスティアン・バッハとパッヘルベルが出会った唯一の機会である。ゴータでの3年間でパッヘルベルは2度の求人を受けている。一つはシュトットガルトで、 もう一つは、イングランドのオックスフォード大学であるが、彼は、双方とも断っている。ニュルンベルクでは、セーゼイワルドゥス教会のオルガン奏者であったゲオルク、カスパールベッカーが1695年4月20日に、亡くなり、死の権力者たちは、通常の採用試験を行ったり、小さな教会から、著名なオルガン奏者を招いたりすることなく、パッヘルベルを、 後継者として呼び戻すことを絶望した。パッヘルベルはそれに応え、1695年にゴータの職を辞し、夏にニュルンベルクに戻った。死からは日ごとの経費が支給された。ニュルンベルクのストリート、ローチス墓地にあるパッヘルベルの墓パッヘルベルは、残りの人生をニュルンベルクで過ごし、室内楽曲集、音楽の喜びムジカリッシャアーガツンを出版。 1699年には、鍵盤楽器のための6つの変奏曲、アポロンの6言語とを出している。彼は主に、イタリアや、南ドイツの作曲家たちの影響を受けていたが、アポロンの6言語とを、ディートリヒブクステフーデに捧げたように、北ドイツ学派の人々とも交際があった。晩年の作品としては他に、コンチェルタート様式によるイングレススやマニフィカトと、いった、 イタリア風の宗教聖楽曲や、グレゴリオ聖歌、マニフィカとの戦法を用いた90曲以上の小風画からなるオルガン曲集、マニフィカと風画がある。1706年、パッヘルベルは52歳で亡くなった。彼の正確な死亡日は分かっていないが、埋葬は3月9日に行われた。またゾアンは3月の3日か7日ではないかと見ているが、いずれにせよ。 遺体が埋葬されないまま長らく置かれていたとは考えづらい。当時の監修として3回か4回の検視日を経てから埋葬していたので、1706年3月6日あるいは3月7日と考える方がより自然である。墓はセールフス墓地にある。パッヘルベルは生前からオルガン奏者として非常に有名であり、彼は宗教曲、 奇襲教曲を合わせて200以上の気楽曲を制作し、当時あったあらゆるジャンルの音楽に挑戦している。特に、オルガン曲で知られ、コラール変奏曲集、コラール前奏曲集など、多数のコラール編曲を作曲している。コラールを一行ごとに区切り、その旋律の縮小型による模倣から、主旋律に入る、パッヘルベルコラールと呼ばれる様式を確立。 J.S. バッハなどに影響を与えた。また、中部と南部の各地を点々としてきたことで学んだ、歌唱的な南部の音楽様式と、中部の低旋律や対応を用いた中部の様式を、うまく統合させた作風も、パッヘルベルの特徴である。声楽曲の分野でも多くの作品を書いており、約40曲の大作を含む100曲ほどが残されている。わずかに、 室内楽曲も存在するが、アイゼナハやシュツットガルトで宮廷音楽家をしていた時期などにもっと多くの楽曲を作曲していた可能性もある。パッヘルベルの作品の主要な資料はいくつか存在するが、例えば、ルイクープランにとってのオールダム思考のように重要なものはない。重要な資料のうちいくつかの思考が第二次世界大戦の戦前、戦中に失われたが、 ヴィンテルトゥールコレクションのマイクロフィルムや、現在オックスフォード・ボドレー・ライブラリーが所有している2巻の、主公、弟子のヨハン・バレンティン・エッケルトが編集し、唯一、パッヘルベルのサインが含まれている、タブやラターブヤッチの第一部のように部分的に、現存するものもある。ノイマイスター原稿と、いわゆる、1704年のアイマール・タブラチアは、パッヘルベルの作風を知る上で、 多くの情報をもたらしてくれるが、そのどれも確実に彼によるものとは言えないものばかりである。今のところ、パッヘルベルの作品についての標準的な作品番号システムは存在しないが、アントワーヌ・バウチャードによるポップ番号、ジーン・エム・パーによる P 番号、ヒデオ・ツカモトによる T 番号、キャサリン・ジェーン・ウェルターによる PC 番号といった目録が使用されている。 ありがとうございます。